みなさん元気ですか今日はカエルのルーちゃんと一緒に始めましょうねこんにちはルーちゃんですカエルのルーちゃんよろしくねみなさんはお家で元気に過ごしてますかルーちゃんはどうかなうん元気元気すごい元気なんですね,ね4月の26日から ずっとお祈りをテーマにしてお話をしていますねうんうんみんなはお家でお祈りしてますかうんどうかなどうかなるーちゃんはどうかなお祈りしてるうーん。あれあれ困ったねお祈りはねうんうん毎日するんだよオッケー いつもイエス様聞いててくれるから、うんうん、じゃあみんなもお祈り毎日しましょうねルイちゃんもね約束だよじゃあ今日のお話を始めていきますまずお祈りします天の父なる神様今日も新しい朝を与えてくださってありがとうございます 病気で苦しんでいる人やお世話している人たちの上にも神様の豊かな恵みがありますように届いてください続いている聖書のお話がよくわかるように今日も助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンはい5月24日のお話今日はどんなテーマでしょうか今日は 祈りの答えこれが今日のテーマですね今まで熱心に祈ったハンナさんや病気が治った人の話を聞きましたねじゃあ今日は誰のお話かな祈りが聞かれなかったパウロのお話あれ祈りが聞かれなかったちょっと残念ですねじゃあ今日の御言葉暗証聖句ですね見てみましょう 私の恵みはあなたに対して十分である私の力は弱いところに完全に現れるコリント人への第二の手紙12章9節ね、この御言葉覚えていきましょうね皆さんはパウロという人知ってますか聖書にはね、サウロっていう言い方もしていますサウロとパウロはね、同じ人ですねこのパウロさんは かつては、ね、ユダヤ教の熱心な信者だったんですね立法という決まりを守れば救われる天国に行けるっていうことを信じていたので決まりを守ることに一生懸命でしたですから「イエス様を信じて救われる」なんていう教えはねもう許せない何言ってるんだっていう感じですよね。ですから、ね、イエス様を信じている人たち クリスチャンたちを捕まえて牢屋にもばーんって入れるそんなことをしてたんですね。あるときダマスコという町へ向かって今日もクリスチャンを捕まえて牢屋に入れてやるってもうね、戦切って言ってたんですね。すると突然、眩しい光に照らされたんです。ね、えあこの光はなんだ眩しいい目が見えないって もうバタンって地に倒れてしまったんですねその光の中からサウロサウロなぜ私を迫害するのかっていう声を聞きましたええー、あなたは誰ですか私はあなたが迫害しているイエスであるっていう声を聞いたんですねパウロさんはあー自分はなんて間違ったことをしてたんだもうね ごめんなさいって謝ったんですねそれから3日間パウロさんは目が見えませんでしたそのパウロさんのところにアナニアというイエス様の弟子が訪ねてきてお祈りをしてくれましたパウロさんのためにお祈りしたときパウロさんの目から魚の鱗のようなものがポロリーン,ポロリーンと落ちて目が 見えるようになったんですね悔い改めたパウロさんはこの時からイエス様のお弟子さんとして自分の国だけでなく遠い外国に行ってイエス様のお話を伝える人に変えられました。でもある時は石でバンバンって「何言ってんだ!」黙れ!」ボコ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 」ってねひどい目にあったり。 ある時は悪いことをしていないのに牢屋にバーンって入れられてこの「足かせ」って言ってね足にかけられて動けなくされたり何度もひどい目にあったんですね。でもパウロさんはそんなことにも負けないでイエス様のことを伝え続けていきましたでもパウロさんにはちょっと苦しい悩みがあったんですね。そして 神様にお祈りしました肉体のトゲを取ってくださいね、みんなはトゲが刺さったことありますか私もちょうど朝ね、トゲが刺さっちゃったんですね痛たたたた,たなかなか取れなくてとっても困りましたパウロさんもどっかにトゲが刺さっちゃったのかないいえそうじゃないんですねこのトゲのようにチク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 私を苦しめる そのトゲのような病気を治してください。っていうお祈りだったんですね。パウロさんはもう一生懸命祈りました。3度も祈りましたね。それは。神様の働きがもっとできるようにっていう思いだったんですね。この病気さえなければ、もっと働きができるのに、もっと自由にいろんなことができるのに。 この病気がなかったらどうぞ神様治してくださいっていうそういうお祈りだったんですパウロさんは熱心に祈りましたそして自分勝手なわがままのお祈りじゃないですよね神様の働きができるようにというお祈りですから神様の御心にもかなっていたんですけれどもこの祈りは聞かれませんなかなか病気は治りませんでしたその代わりに イエス様の言葉がありました。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。今日の暗唱聖句ですね。この私っていうのはイエス様のことだったんですね。イエス様の恵みがパウロさんには十分だっていう。そういう声だったんです。パウロさんはあーそっか。 弱さは主の恵みだったんだこの病気は神様からの恵みだったんだということに気づいたんですねもしこの弱さ病気がなかったら神様の働きがどんどん広まっていったときにこれは自分の力でやったんだいってね自慢してたかもしれません勘違いしてたかもしれないそしてね、これからも神様の力なんか頼らずに自分の力でやっていけるなんてね高ぶってたかもしれない そんなことをパウロさんは気がついたんですねこの弱さ病気があったからもっともっと神様に頼らないと自分はやっていけません神様助けてくださいね、祈りながら働きを進めることができましたそして素晴らしい働きができたときこれは私の力じゃないんです神様が私を助けてくださったんですって、ね、明かしすることができますよね 神様はそのようにパウロさんに気づかせてくれましたですからパウロさんはキリストの力が私に宿るように喜んで自分の弱さを誇ろうと言いましたこの取り除いてくださいこれがあったら困るんですっていうようなその病気弱さを誇ろうというふうに思ったんですねこれはすごいことですよねどうしてかっていうと 私が弱い時こそ私は強いから、ね、自分が弱いって分かったのでもっともっと神様に頼らなければいけない神様に頼れば神様から力をいただいて私は強くなれるそのことにパウロさんは気づきましたですからパウロさんの祈りは聞かれませんでしたこの病気を治してくださいこのトゲを取り除いてくださいっていう願いは叶わなかったんですけれども パウロさんんんはここな素晴らしい恵みに気づくことがでできたんですね皆さんにはこのことがなければなっていうその弱さとか病気とかああ残念だなって思うそういう自分の欠点とかありませんか?」。「これを取り除いてください」っていう祈りがもし聞かれなかった時「あこのことを通して神様は私に何か教えようとされているのかな」とか。 もっと素晴らしいご計画があるかもしれないなって考えてみましょう神様は私に一番いいようにしてくださると信じて祈り続けていきましょうそれでは今日の御言葉を覚えましょうね私の恵みはあなたに対して十分である私の力は弱いところに完全に現れる コ五輪と人への第2の手紙12章9節ですね自分の弱さやまた病気いろんな苦しいことがあったときそれが主の恵みなんだって気づかせていただける御言葉ですねではまた来週まで元気に励みましょうねお祈りします天の父なる神様私たちの弱さや病気を通して 神様の栄光がますます現れることをありがとうございますもっともっと神様により頼むように弱さが与えられていたんだとパウロさんは気づきました私たちの生活の中でも自分の願い通りにならないことはたくさんあるかもしれません祈りが聞かれないこともあるかもしれませんでもそのことによって主の恵みに気づかせていただけるなら感謝ですどうぞ これからの毎日の生活が神様に喜ばれるものとなるように導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンそれではまた来週お会いしましょうさようなら元気でね